はい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 、マッチングしました。マッチングしました。今日は、勝ち櫓の、ガンガゼ野外、音楽堂です。でですね、今日ですね、ちょっと本当に、体調が、こんだけ騒いでるのに体調が悪くて、もう、日当たりばったりです。いや、これ勝てるかな？俺今さ、フェスのね、情報が来たからね、ちょみんなに伝えようと思って、このガチマッチをやってる最中にね、紹介をしていこうと思ったんですけど、ちょ体調面が、おい、大志くん。体調面がちょっとね、優れない。寝不足。もう転がったらね、すぐ寝ようと思う。うん、今の倒せないの？マジかい。たまれ。スペシャル中肉声。ちょっとたまれ。たまりませんね。うわ。うわ、やらしい、この洗濯機。オッケー。今ちょっとアップデの、昔アップデで洗濯機が弱くなった、なんか実感したわ。ナーフされたんだけど、ナーフっていうか、まあ、弱体化？洗濯機弱体化されたんだけど、あれのね、ちょっと、現象で俺今、やれなかった。ごめんね、ちょっと長話して。そんなことよりフェスの話だよね。あそこローラ出てこねえな。いや、ちょっとローラやだ、あれ。あそこやだ。やらしいな、あそこな。いるんじゃないの？まだいる？あ、待って、今見えたわ。オッケー。見えたわ。ボムで持って帰ったわ。なんかローラー二人いるのか。ローラーの裏抜けがちょっとめんどくさいな、これ。マルチミサイル貯めていこう。で、あ、そう。イースター。4月といえばイースターじゃないですか。ちょっとイースターに基づくフェスなのかなと思ってたんですけども、今回のね、フェスの内容なんだけど、まあ、海外版で見ると、ウサギ対カメ。この、ウサギ対カメが、フェスとなります。まあ、多分ね、まあ、イースターのことなんだろうなと思います。イースターエッグね。某、アトラクションテーマパークの、ダルレーランドみたいな、あそこでも、あるような、あの、イースターのイベントです。洗濯機はダメだ、来ちゃ。洗濯機は強いから。ニャグナに洗濯機はダメ。降りてきたな。これはマルチミサイルぶっ刺さるんじゃないか。4人捕まえたんだけど。今2人狙ったつもりなんだけど。ここからクイボ倒していく。上にいるか？あ、違う。ああ、やってくれたわ。やってくれた。うら。おー、こっちでもいるのか。いっぱいいるな。マルチミサイル、右高台にもいるね。これちょっと洗濯機、やっぱ洗濯機強いんだよ。これね、乗ればね、勝てるから。死んでなお勝っていく。ごめん、ちょっとほんとうるさかったかもしれないけど、なんか無事勝ててよかったです。で、イースターのフェスが開催される。これだけが伝えたかった。もうこれ伝えられたからもう今日はいいや。あ、あと、またギアがね、追加されるみたい。